岐阜アリーナは、岐阜県岐阜市にある県立の総合体育施設、多目的ホールである。岐阜県庁舎の東、約300メートルに位置しており、スポーツだけでなく、コンサート、イベントなどにも使用されている。また、バスケットボールの B3 リーグに所属する、プロバスケットボールチーム岐阜スープスのホームアリーナである。管理運営団体は、指定管理者として、 岐阜アリーナ運営共同体が運営を行う。もともとは、1965年、岐阜県で開催された国民体育大会の施設として、岐阜県民体育館として開設された施設である。長らく体育施設として使用されていたが、2000年、電動式稼働ステージや音響証明施設を新設し、多目的ホールとしての機能を待たせる。この際、岐阜アリーナに解消する。 2011年4月より3年間の契約でスポーツ用品販売のヒマラヤが命名権を獲得しヒマラヤアリーナの愛称が付けられることとなり愛称は同年5月16日から使用が開始されたその後ヒマラヤとは2016年3月で契約期間が終了大垣協立銀行が新たな命名権取得者となり 同年4月1日より5年の契約期間で、大久保岐阜西流アリーナの名称となる。ありがとうございます。